こんにちは、こんばんは、イソンです。今回は緑でいいのかな、緑の勇士うなれ九世のペンデュラムケビン緑川に行きたいと思います。さっきね動画撮ったんですけど、なんせエラーがひどくてね、さっき3個使ってたんだけどな、あのね5分間に10回ぐらいねエラーがあったので、もうイラってきてね、バトル2かなで、リタイアしてストックでございます。でこれでエラー起きたらちょっとね今取れないんだけど、どうしよっかな。さっきねサンゴを連れて行ってたんだけど、どれにしよっかな。でもアポロも強いよね。アポロにしよう。アポロでいきます。じゃあこちらでいきたいと思います。アグナックスはねなんかいいのかどうなのかなって感じではあるけど、行きましょう。寒いなんかなんだろう、朝夕はまだいいんだけど、朝夕が寒いね。マイク行きましょう。一応さっきも言ってたんだけど、ギミックと、まあ、適正キャラは知ってる状態かな。で初挑戦だったんだけど、一応バトル2までは一応行きましたね。おお、多分ねこれ貫通の方がね結果やりやすいとは思うんだけどね。だから地雷も出てくるだけど、龍馬とかでもいいんじゃないのかなと思うんだけど、さっきバトル1の段階でもねもう3回ぐらいエラーあったかなすごいイライラしててさ、何なのこれみたいな、もういいやって。一応今回もエラーする可能性もあるので、ちょっと確認しながらやっていきましょう。これもさ、あれだよね、たまにこうピューンって跳ねちゃうときはねあると思うんだけど、それがあると嫌だよね。OK、 こういうことね、こういうことね。いいね。 SS は意外と強いとは思うから、アグナックスね、まあ、そこでちょっと期待ということで、オッケー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 。これもこうっしょ、はまれ。まあですよね、これ真上からの方がいいのかな。だから反射の子が上に行って入るとかの、でもさっき斜め入ったもんね、反射になってる。じゃあちょっとアグナックスで下から言ってみてどうなのか。なんかそれのがいいみたいだね、反射で踏んで貫通になって入るの方がなんか良さそうだね。でこれだと貫通で横から入った方が、なるほどね、はまりやすいってことか。だけど下も入んなきゃダメですよと。地雷のダメージが自分は食らってないから分かんないんだけど、で1万とかなんか結構でかかったよと思うので、自分が挑戦する前にね調べたあれでは、それぐらいだったような気がするけど、アグナックスはオッケーオッケー。で下のハートを結局育てられたらって感じ、ちょっと嬉しいんだけどな。オッケー、いいねいいね。あれ倒れてないんかい、倒れてないんかい、痛い。でボス戦がね2ゲージだった気がするよ。一応初日が挑めなかったので、
ちょっとね、他の動画とか拝見して、あ、こんな感じか。だから、あれだね。ミクモが運枠でいけると。だから、ミクモがね、時間が合わなかったのと、あとちょっと、少し怠けちゃった部分があってね。だからちょっとね、劇究極祭りとか来てくれたら嬉しいなとかと思ってるんだけど、スコア、あらな、あ、まあいいや。まあしょうがないね。スコア5倍で劇究極来るよみたいな。これ入り、こっち行こう。今ね、サブでね、サバからロビンフッドが来てくれたのって、なんかどっかで言ったと思うんですけど、ヤマタケのね、ヤマタケゼロかの運枠として、2番目のね運枠として、ジョヤベルをねちょっと作りたいなと思ってるので、そうジョヤベルやってるんだけど、あれも意外と難しいよね、ジョヤベルね。反射貫通いいのか。 OK。 これなんだろうな、一応ねさっきねエラーが起きてファイルは消して、一応ね iPhone の再起動したんですよね、一応ね。はい、で25ターン、一応これ雑魚処理からしてった方がいいのかな、下に任せられそうなので。でこれね、金貨が嬉しい気がするんだよね。でもハート取りたくないんだな、これ。なるほどね、なるほどね。今パネル踏んで危なく入ろうかなと思ったんだけど、マジかい。でもハートのある安心さはやばい。ちょっと待って、これ雑魚敵って普通に反射レーザー、それとも死ぬ、それがね分からないんですよね。今反射になってるよね。ちょっと待って、使おうかこれ、ストレートショット。攻撃は逆効果だ。この子ってでもここで使うんだよね、多分ね。 OK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 。 でエナーサーが来るんでしょ、いいね。進化後、進化後、神化後、これはOK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 。 これは全然当たんないんじゃないかな。反射貫通、反射、まあ、ここはまあいいか、貫通だよね。 OKOKOK。 よし、あれだね、クラマは初手で打ってたかな、一番最初あれだね、両方にいるなんだっけ、フルールとか、あれなんかフルールだったかな、なんかかぼちゃみたいなやつね、で出てきたやつを反射だから両サイド巻き込めばねいいんだよね。うん、よし使いましょう、ストレクショット。ええだよ、お、いいね、近づいてくるパターン。パターンというか、あいつは毎ターン回復してんのかな。あいつの回復量が分かんないけど、とりあえずそれちょっといいね、いいね、いいね、痛いね。これさ、こっちに使おうかな。
なんかボンボンボンが近くにいると危ないとかないよね。次ボンボンボンでしょ。そうそうそう、これがあのつくよみが真近くにいたら危ないかなっていうやつで、一応ね危険回避で。オッケーオッケーオッケー。今貫通になってる反射。オッケーオッケーオッケー。いいね、強いね。地雷今持ったかな。地雷持つとまあこの子はやばいよね。はい、オッケー。ほらやっぱエラーがね出なければよかったんだよ。もうもうバトル2でねリタイアはちょっと悲しい。お、いいドロップ、いいね、ありがとうございます。5個おいしいよね、5個ね。とりあえずパンドラに向けて10連はできそうですね。覇者の塔がね終わっちゃってるからね、もうね2人10連だけ楽しみだな。はい、ということで今回はペンデュラムでいいのかな、に挑戦、ペンデュラムで挑戦いいのかなに挑戦しました。運枠は多分貫通の方がやりやすいんじゃないのかなと思うので、とりあえずこれあのつくよみでね行こうかなと思います。でサブとマルチだったらどう、 何がいいのかな、まあ、地雷はあった方がいいよね。あ、そっか、オルタナティブドラゴンとかいけるか。そうだね、まあ、運枠2で回れた方がいいなと思うので、まあ運極ね。でこの子が神化の方かな、がなんかロボットみたいになって、次のね蓬莱も時間が合わなくてなん、うん、そうだな、潜入ぐらいしかできないと思うんですけど、なんか日曜日だよね、ですけど神化がおそらくいけるんじゃないのかなと、パワー型だけどねって言われているので、まあとりあえず頑張ってね運極目指していきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録は画面左の登録ボタンからお願いします。この動画に関連する再生リストは真ん中の再生リストをクリックかタップしていただくと見ることができます。その他にもいろいろな動画を上げておりますので、ぜひご覧ください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。